旧正成形高等学校は、1925年2月、東京府北多摩郡武蔵野村に設立された私立の旧制7年制高等学校である。旧、成形高等学校校舎、現存する旧制高校時代の建造物の一つ。成形高等学校は、明治末期大正期の教育者である中村春次が、三菱財閥総帥の岩崎小屋田。 今村銀行頭取の今村修造の協力を得て創設した私塾整形園を源流に1912年4月に設立された整形実務学校を母体として設立された。中村が設立を目前にして1924年に死去したため整形高校の設置者となったのは中村が1919 19年に設立した財団法人整形学園である。 成計高校開校にあたり、三菱合主会社社長であり、成計学園初代理事長だった岩崎小屋田が多大な支援を行い、実務学校の所在地であった池袋からの移転先として、現在地の吉祥寺を選定するとともに、当地に所有していた1万4坪の農園と、新たに購入した隣接する8万4坪の広大な土地を合わせ、個人的に成計学園に寄付した。 成形高校は、管理校が多かった、旧制高等学校の中で、全国でも4校しかない私立の7年生、旧制高校の一つであった。設立当初の学級定員は1学級30名と、市、尋常課は1学年に1学級、高等課は、文科・理科に分かれ1学年各1学級から、構成されるなど、少数教育重視の方針をとっていた。 このうち高等科は履修する第一外国語により、門下孔類、門下乙つ類、理科孔類、理科乙つ類と細分された。開校時は、海軍昇降型の制服と製帽を採用し、白線帽やマントの着用は認められていなかったが、生徒からの要望が強かったため、1940年から白線帽とマントの着用が認められた。運営母体の整形学園は、 季節の学校として、旧制の整形小学校を有しており、先術の少数教育主義を背景に、尋常科への入学者は、整形小学校、高等科への入学者は尋常科からの内部進学者を中心に選抜された。加えて、当時の制度上、高等科の卒業生は、ほぼいずれかの帝国大学に進学が可能であったため、整形小学校への入学が、 帝国大学への進学に直結することとなり人気を集めた。ただし実際には1928年から1938年における整形高校卒業生の東京帝国大学への進学率は38%。私立大学や私立専門学校に進学した者も,も多く、生徒の学力差にはかなりばらつきがあった。学生改革に際しては高等化は 新生成型大学へ尋常化は新生成型中学、高校へそれぞれ移行したと考えるのが一般的である。以下、五十音順。ありがとうございます。